2021年10月14日白鯨潜水艦の進水式と任命式が挙行されたよ。日本では毎年潜水艦の進水式を行うがごとく建造計画で進んでいて、つい先日太平型2番艦の白鯨と命名されて進水したんだ。太平型潜水艦のネームシップが太平で旧帝国海軍の潜水母艦太平の名が付けられていたことから、2番艦は同じく昔の潜水母艦であった神鯨か長鯨になるのではないかと予想されていたが、海上自衛隊内で募集をして、かつて軍艦の命名に使われた実績がない白鯨と命名されたようだね。いいね白鯨、かっこいいな。白鯨に倒された戦艦は皆の記憶から消えちゃいそうだね。絶対そのネタを持ってくるとは思ってたぜ。ゼロから始める潜水艦建造だね。だいぶアウトだからそろそろ本題に戻ろうぜ。そうだね。今回はそんな白鯨について解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。白鯨は進水式をそのまま川崎重工神戸工場いわゆるドックに1年ほどかけて、2023年3月に海事潜水艦として就役する予定となっているよ。余談になるが、日本を代表する漫画ワンピースに白ひげという海賊が出てくるのだが、そこから海事の若者が考えたのではないかと個人的に思っているぜ。あの漫画は日本の宝だよね。たくさんの名言に心を動かされた人も多いと思うし、世代によっては生き字引的な意味合いもあると思うんだ。仲間との絆や兄弟の絆が色濃く書かれているからな、万人が惹かれる内容だよな。実際、その人気はしっかり数字にも出てて、日本を代表する漫画でありながら、全世界でも人気を博しているよね。そうだね。そして一番艦の太平は三菱重工業神戸造船所で建造され、来年2022年3月に就役予定であり、これで海事潜水艦は防衛大綱で定められている22隻体制となるんだって。現在のところ海事潜水艦の建造を担っているのは太平を建造した三菱重工業神戸造船所と白鯨を建造した川崎重工業神戸工場の2カ所に限定されており、それぞれの造船所で3番艦 01SS と4番艦 02SS をすでに寄港。この先は太平型が就役するごとに旧型の親潮型潜水艦が随時退役していくというわけだね。太平型潜水艦は基準排水量3000トンとされており、一般的には公表されていない水中排水量は4000トン級と想定される通常動力型潜水艦で、全長84メートル、全幅 9.1 メートルと前型の双流型とほぼ同じサイズながら、さらに高い静粛性を持つと言われているよ。その船体には静粛性を向上に必須の液化剤を採用していて、艦内の甲板の外角から浮かせて、乗組員の足音までの低圧音になることから、対衝撃性まで向上させる構造となっているぜ。また、外角には双流型で培われた音波吸収材や反射材などの装備方法をさらに進化させて、逆探知の防止能力なども大きく向上しているらしい。また、双流型でも採用されている X 鍵を引き継いでおり、水中における機能性もよく保たれている。さらに、海事潜水艦における女性自衛官配置制限を解除したため、艦内の居住空間内の仕切りなどによって女性用の区画を確保し、女性専用寝室やシャワー室などが設けられているよ。女性への配慮もバッチリだね。日本らしい細かな気配りだ。最近では女性の自衛官も何ら珍しいものではなくなったからね。何よりも日本独自の潜水艦建造技術として名高い、水中動力源にリチウムイオン蓄電池を採用していることがこの太平型の大きな特徴なんだ。このリチウムイオン蓄電池は従来の鉛蓄電池に比べてエネルギー密度が優れ、高出力を長時間維持できる性能と、1.5 倍以上の放充電回数を繰り返すことができ、さらに満充電時間が短いとの特徴を持っているよ。また鉛蓄電池と違って、水素ガスが発生する危険もないため乗組員のリスクも軽減されているってわけだね。このリチウムイオン蓄電池は太平型から当初搭載予定だったが、開発の進化に伴い世界に先駆けて双流型の11番艦欧流と12番艦東流に新規採用されて、その性能と安全性が確認されている状況だよ。ただし双流型は、もともと機関がスターリングエンジンを搭載し、水中では鉛蓄電池を使用する方式であるため、欧流東流がスターリング機関を外したといっても、リチウムイオン蓄電池の性能を十分に発揮させる設計ではなかったんだぜ。それが太平型なら最初からリチウムイオン蓄電池を搭載する予定で設計されているため、その性能を最大限引き出すことができるんだよな。
そういう型の10番艦までは AIP のスターリングエンジンによって浮上せずとも潜航可能だったけど、出力が低くかつ高速に長時間潜航するためには、鉛蓄電池は充電効率が悪いので、結局は長時間のシュノーケル航行を強いられることになったんだ。太平型では給排気効率を高めるように改善された新しい高性能シュノーケルマストが装備されていて、短時間でリチウムイオン蓄電池の充電可能となり、その結果スターリングエンジン搭載の双流型よりも長時間の高速潜航ができるようになったんだって。他にも太平型には最新開発技術が追加されており、光ファイバー技術を利用した高性能ソナーシステムによる敵艦探知能力の向上や、ACM という潜水艦魚雷防御システムなども装備されたぜ。兵装に関しては双流型と同じく艦首上部の6門の 533mm 魚雷発射艦が装備され、89式超魚雷とハーブーン対艦ミサイルを発射することができる優れものだ。現魚雷に関しては89式超魚雷の進化版として開発を進めており、2022年からラヒト8式超魚雷が実用化される予定らしいな。最先端の技術を余すことなく使ってるって感じだね。この人8式超魚雷は、敵のおとり魚雷を識別する音響画像センサーやベストタイミングで起爆可能な、アクティブ磁気近接起爆装置などが搭載され、深海域での動作のみならず沿岸の浅い海域においても複雑な音響環境に対応が可能となり、様々な深度で確実に敵潜水艦や敵水上艦を探知捕捉攻撃が可能となっているよ。太平型潜水艦は現在5番艦まで予算計上されて建造計画も進められているけど、この先も年に1隻ずつは建造される予定で、当面は親潮型潜水艦を退役させながら22隻体制を保っている方針なんだけど、親潮型潜水艦は海事では旧式扱いされていて、世界レベルで見れば1000級の通常動力型潜水艦であり、中国の原子力潜水艦と比較しても作戦場面によっては劣るところはないよ。このまま退役させて解体してしまうのはもったいないとして、他国に渡せない機密部分のシステムやパーツを無難なものに置き換えて、東南アジアやアフリカ諸国など自力で潜水艦を開発建造することが困難な国に輸出して、少しでも新艦建造の足しにするなど柔軟に対応することも検討するべきだろうね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。いつも見てくれて、ありがとう。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